去年かな、スペインに行ったじゃん。はい、はいはいはい、行き回りました。でスペインに行こうっていう決めたタイミングとかきっかけがあったと思うんだけど、ちょっと改めて教えてほしいな、はい。もともと、えっと、トルコで開催されたデフリンピックが終わった後にも、自分の 成長のためとして行けたらいいなぐらいで海外を考えてたんですよ。もうそこから遡ってんだね。そうですそうです。そうですそれぐらいトルコの大会の時は試合に初めて1試合も出、えっと、れなかったっていう、うんまあ、本当にもう悔しい。 出れてたので、まあそういうのがあって出たいっていう気持ちが強くて、うん、成長のために今のままじゃ無理だと思って、うん、でそこでこう何か変えたいっていうことで、まあ、もう結婚もしてたので僕だけの話じゃないから、うん、まあ奥さんともまあ相談しながらもう会社とも相談しながら。 はじめ僕がドイツドイツを希望してたんですよ、うん、なんかキーパーイメージあるそうなんですもう一つイタリア、うん、イタリアもねイメージあるそうですよね、うんうん、その二つを考えてちょっと探してたんですねまあ実際そこまでには話は行かな進まなかったんですけどお世話になってる今 指導に行ってる高校のコーチの方がスペインにルーツがあっていろいろ話を聞いていくうちにドイツドイツのキーパーのやり方はスペインからこう流れてでドイツのやり方に落とし込んでるっていう流れらしいんですよ。なるほど 僕もそういうイメージなくてうまいよ、ね、プラスこれが一番大きな決め手になったんですけどドイツもイタリアもキーパーでかいんですよおーでかいやんでかいんですよでも僕身長が残念なことに75なんですよ スペインは日本人に身長だって体格が似てるんです。確かに、うんで。そこで、ああ、だったら似たようなその体格でまあ、できる練習とかを学んだ方がいいと思ってまあ、コーチにお願いをして、うん、去年のスペインの留学が まあ実現できたっていう形になります。はい、なるほど。参考になった俺今暮らして初めて慣れるためにこんな生活の仕方工夫したとかなんかある？いやー、自然とと環境に対応できるような感じなんですよね。うん、あんまりあんまり意識はしてないんですけど。 家は準備してくれたと思うんだけども、そのまま選手用の部屋に紹介してくれたの。では,、うん、ではなくて別、別で留学生が集まるような,なんかコンドミニアムみたいなこうホテルのようながあって、うん、そこに行ったんですよ。 学生さんばっかりそれは日本人に限らずってこともう外国人です。うん、その時は日本人は僕だけでした。ああ。毎日どういう感じのスケジュールだったああ、えっと、3週間。でもう本当にサッカーだけのために行ったので。うん 午前中午前中がキーパーのパーソナルトレーニング相手もキーパーコーチが2人もう贅沢なんですけど、うん、2>, 2人来て僕が一人で受ける、うん、90分夜、うん、夜にその地区のプロチームに練習生として一緒に。 参加してやるっていう生活をやってました。もう休みの日はあるの一応土曜日と日曜日が休みだったんですよ、練習は。うん、でも、なんかありがたいことにこれも向こうのそのコーチの方が本当にいい方で、もうん。でその スペインってやっぱサッカーがメインのスポーツなので、どこかしら試合を必ずやってるんですよ。うんだからもう、基本はバルサの試合<ー>そのコーチがチケットをなんか持ってるらしいんですよ、なんかそれをくれて、すごい、すごい。すごい <で>高いもん。高い,高,い高いもん。そうなんです。で、またこれ、自慢なんですけど、うん、あのタイミング的に、うん、チャンピオンズリーグやってますよ。で、バルサとタイ、インテルの試合を見たんですよ。うん、やばいやばいやばい。いいやばレベル高い。レベル高いな。レベル高いな。 2試合目は普通のリーガーで相手がエスパニョールっていうチームの試合だったんですけどはゴールの真裏なんですよ。めちゃくちゃ近いやん。もう近い。それはもうすごかった。うん、もう部屋シュテゲンっていう、まあ、キーパーがいるんですけど 目の前にいるんですよ。すごいすごいまた世界的な有名な選手いっぱいいるじゃないですかメッシとかいっぱいが目の前でゴール決めてくれるわけですよすごいなっていうもう充実した休日でしたあじゃあいいねえっ、ー、と最後にちょっと聞きたいのは、うん 今これ見てくれてる人たくさんいるのでえっと宣伝、告知したいことありますかまず選手としては日本代表なんだけどもプロじゃないのでやっぱり練習環境が難しいんですよねまあ、関東とか関西あまり詳しくまでは知らないんですけどもある程度 まあ、話を聞くとやっぱりチームの数とかも多いのでうんまあ社会、まあ、社会人チームとかで練習ができますよとか九州でそういう環境がまあ少ない少ないのでまあ、僕の場合知り合いの高校にお願いをして一緒に学んだりとかしてるんですけども、まあ、そういう練習環境づくりに まあ、協力していただきたい、うん、っていうのはまあ選手としては一つ、うん、で、まあ、仕事絡みでもあるんですけどもデフサッカーを、まあ、広めるための講演活動とか体験会もやってるので、まあ、今はまだちょっとコロナで難しい かもしれないんですけども、まあ、そういう機会を欲しいなと、もう全国、今、北海道から沖縄まで全国も行ってるので、まあ、そういうお話の機会をいただければ、どこでも行くので、そういう機会が欲しい、まあ、くださいっていうのは強く。 アピールしたい、ね、お願いいします。ああうん、いろいろなところでね、全国で話したいよね。ねはい、ぜひあの匠にオファーをよろしくお願いしますってね。皆、ね、さんお待ちしております、はいはい。はい。ありがとうございました。で今回ね 長くやったんですけども匠に貴重なお話をしていただきました匠選手ありがとうございましたありがとうございますはいで最後に僕あのチャンネル登録とあの評価コメントもよろしくお願いしますで私のツイッターも発信してますのでぜひ見てください匠の方はあのフェイスブックと インスタやってますので、ぜひ申請してください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。